丈夫ですよ。大丈夫です。あなたは変えようという意志を持っている。私には見えるんです、あなたの背中にある大きな翼が。生き方を変えられるのは意志の力だけなんです。私たちにはもうない、でもあなたにはある。変えることのできないものを背負った人たちの集まりだから。でも、いつか話してください、みんなに。嘘はいけないと思いますから。このお花にしようか。ギャグなのに何マジになってんだよ。笑いなって僕が許す。ねえ、なんかふうかさん飽きてきた。飽きた。またやだ。なんでもいいよ。早くともやくんのうちに行って対戦ゲームやって遊ぼうよ。じゃあこれにしよう。100日草。かなり適当臭い、もしくはギャグ。じゃあ友也が選んでよ。それにするから。
れかけの花を僕らに買わせるの？ねえ、ギャグ？それ。それにしては全然面白くないけど。ふうかさんはね、あんたこそ友達大事にしなさいよ。僕が入院でもした時に変なもん持ってきたらただじゃ置かないから。ふうかさん疲れた。いいからもうちょっとシャッキリ選びなよ。ほらほらぼーっとしてるから、あの紫色の頭したおばんに買われちゃったじゃないの。ともやくんのバカ。ともやくん、すごくやだ。ダメだ、全然なってない。嫌いになった。ダメだ、ダメだ。ともやくん、バカだ。もう知らないもん。後で謝っても、ふうかさん許さないもん。バカだ。物で釣る方がいいんだ。プロだね。風化マスターと呼んであげる。
それじゃあ、風花が帰ってくる前に花を選ばなきゃ。どうしたの？あんたもどっか似てるんだね。別に。Thank you.
遊びたい。トシのやる気も向上するしね、ミサちゃんが復活したら。おじさん、こんばんはです。ありがとうです。僕たち、ミサちゃんのお見舞いに来たんだ。Thank you.
仲悪いんだ、おじさんとともや。仲良しな親子ってお父さんの方もかっこいいっていうか可愛いんだけど。全然そうは見えないけど。あ、それわかる。サスケもね、風花さんがぎゅーって抱きしめるとほぎゅーって言うよ。それは苦しいだけだと思うけど。ごめんね、わざわざみんなお見舞いに来てくれるなんて。大丈夫？元気になった？大丈夫かな。あの痛い注射のおかげで熱も下がったみたい。いやー、注射もしたの？痛かったの？あとついた？見せて。ほら、この腕のとこ。あー、穴開いてる。痛そう。なんでこの世の中に注射なんてあるんだろうね。風花さんは大きくなったら注射を全滅させることにした。それは困る人もいるよね、きっと。君もね、早く良くなってって。うん、明日か明後日には学校に行けると思う。うん、ありがとう、渋谷くん。おじさん、札幌舐めてるでしょ。あー、こんな寿司飯、なまらすっかくない？すっかくないよ。したらこれもすっかくて食べられないのさ。ふうか、ゴミ投げて。わあ、やだ。今日ゴミの日じゃないべさ。騙されるとこだ。おっかないの。そこかしがってる？ミサちゃん怖い？
怖いって何が怖いの？違うの、怖いは北海道の方言で疲れたなの。すっかいは酸っぱい、しゃっこいは冷たい、かしがるは傾く、ばやは大変。今のはすごく大変だな。知ってるよね。知ってるよね、生粋の札幌人なら。嘘つき。電話してくれて、トモヤ、なんで怒ってるの？ミサちゃんにお見舞いがあるの。え、そんな、いいのに。これ。お見舞いのお花です。ありがとう。チューリップ、元気が出るよ。